会えんぞ。だろうな。そいつに弱点はないぜ、ロビーネ。なぜ知っている？一番上の兄貴が思っていたわけか。通りでここまで来れたわけだ。協力できるような雰囲気じゃなかったから。それにおっさんはルールがなければ容赦なく仲間を見捨てるタイプだろ。たものだな。確かに俺はおっさんだが、面と向かって悪かったな、おっさん。あの扉の向こう側、宝物庫の内部にいて、そいつを倒せば複製体は全部消える。彼には強力な封印が施されている。それは私も命がけで宝物庫の扉を閉じる魔法。あの扉は術者が死ぬまで開くことはない。ゲルを叩くにはあの複製体は倒さねばならんということか。複製体は心の働きを精密に模倣しているんですよね。やっぱりなんとかなるかもしれません。その弱点って何なの？あっちの壁際に立ってもらってもいいですか？ことだ。気がつきましたか？致命的なスキルだ。なぜ戦っている時に気がつかなかったんだ？魔法を使う瞬間にほんの一瞬だけ魔力探知が途切れている。それなら、なんで言ってくれなかったんですか？だって恥ずかしいし。